変わらない君が今日も。どうもこんにちは、ブリジット・フォンダです。いや、レオパルドの愛称でございます。おいしょ、さっさと、今日はですね、また再び地獄観音超音寺さんに来ております。去年1年前ぐらいですかね、こちらでね行われた万灯会というのがね、また今年も開催されるということで、そちらの様子もね、お届けしようかな。で、地図さんのライブもありますんで、そちらの様子もたっぷりとお届けできたらなと思っております。あとはまあ去年のね動画まだ見てない人はまずそっち見てください。それから今回の動画見ていただくと分かりやすいかなと思います。それでは早速、超音寺さんの万灯会にうっつるるるにし。ありがとう。はい、はい、お願いします。はい、結構です、ね。はい、ありがとうございます。お邪魔いたします。お、ね、元気で生きてるんだから、ね、私たちは本当にこの国難とも言えるようなコロナ禍、そして、近隣の国では戦争が起きて、そして考えられないような事件が毎日毎日起きてます。そのような中、本当にこの社会が不安な中を、もうこうして考えられないぐらいのたくさんのお支えとお整えがあって、今このように生きております。生きてるっていうのはそれだけでものすごく尊いことです。ここからは地元潮来市出身のしずさんのステージです。2015年からモデル・シンガーとしてフリーでソロ活動を始めました。千鶴さん、癒し系ボイスで人々を魅了し、時にはお茶目に、時には寄り添い、千鶴さんらしい音楽を作り皆様にお届けされているそうです。好きなものは猫とチョコレート、そしてお菓子。現在もフリーで活動しながら FM 鹿島のラジオパーソナリティとしても大活躍の千鶴さんです。昨年に続き今年もこの超音寺の万灯会のステージを素敵に彩っておられます。それでは千鶴さん、よろしくお願いいたします。拍手でお迎えください。市出身の千鶴です。よろしくお願いいたします。いただいていることに感謝の気持ちを込めて歌わせていただきます。ここに始まったら
何のために生きる、何もわからない、時間だけが過ぎ、臆病な僕、今も閉じこもって、ございます。じゃあ自己紹介を全部でフルスロットルバージョンにした方がいいです。そうですね、はい。元水郷イタコあやめ娘で茨城観光マイスター S 級認定者、さらには茨城地酒ソムリエのフリーアナウンサー小村悦子でございます。小村悦子でございます。この間すいません、あの YouTube の、ね、はい、ありがとうございます。なかなか評判良くて良かったです。お役に立てて、なんだあの女ちょっと前かに振り落としてやれって言われたらどうしようかと思って沈めてやろうかって言われてたんですけど、聞こえてたけどあえて無視しました。そうですね、あの流れでいいんです。ああいう感じ。今日はなんか司会ということで、はい、司会をしてます。だって今日と明日12日ですよね、はい、両方ね、はい、やっております。でそれだけじゃなくて、はい、あのラジオの方ですね、はい、どうぞどうぞ、はい、ラジオつくばの夕方の生放送番組、つくば夕方発信中の火曜日の担当であり、そして金曜日の夕方4時30分からの取り手のラジオ番組、取り手魂のプロデューサー兼パーソナリティをやっています。あれプロデューサーもやってるんですか。あれもう私のプロデュース番組です。あ、そうなんだ。イエイ。はい、あとなんかありますか。はい、茨城44市町村食べて紹介番組、エツコ喋るか食べるかどっちかにしなさいという、勝手に茨城県の物産と名産と美味しいものと美味しいお酒をスタジオで食べて飲みながらご紹介する、牛久市のインターネット放送局チャンネル TV で毎月第2水曜日の夜8時30分から生配信してます。ということです。あのいろいろやってる方なんでね、あの皆さん、はい、あのインスタとかツイッター見て
あ今日はこれがある、明日はこれがあるって、ね、はい、チェックしていただければ。で今言ったの全部下に、はい、概要欄に載っけておきますんで、ね、はい、まだ時間もねまだありますんで、はい、長いと思いますが頑張ってください、はい、ね、まだいつかまたコラボよろしくお願いします。小村恵子さんでございます。ありがとうございます。すいません、とんでもないです。はい、マントエに来るとこういうですね、剣刀というこれ中ろうそくになってるんですけど、こういうのねあって、ここに願い事、ね、願い事、それと自分の名前ね書いて火を灯して、お祈りするというのがありますね。今年も書きたいと思います。はい、書きました。開運祥福と書きましたね。こちらをですね、まあ置いてこようと思います。あ、ついたついたついた。さっきからね消えちゃってね。そうなんですよ。つけてくれまして、まあ、ありがとうございます。すいません、お手数かけました。ありがとうございます。はい、すごいです。ほら、幻想的な雰囲気になってますよ。すごいことになってます。いや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 、綺麗ですね。じゃあ光るおもちゃね、記念に撮るんだ。撮る、撮るでしょ。撮るのね。了解了解。じゃあ買ったから買おうよ。選び放題。選び放題。どうしようかな。じゃあこれあれですか、電池式ですか。ペンライト。そうです、はい。これいいじゃない。あ、じゃあこれ俺これにしようかな。あのライブで使いに。俺それにしようと思った。いいよ、いい、じゃあいい、それにしなさいよ。ライブで使いにじゃなくて。じゃあ使いなさいよ。本当にマジでこれいいと思う。じゃあこれ色違うの？いや、色同じですか？色は若干違うわ。あ、違うわ。でもほらなんかこう光り方が、うん、そうだね。これ1本ずつ買っていこうか。そうだね。これ1本ずつ。じゃあ何色にする？これオレンジ。あ、じゃあ俺色変えた方がいいね。うん。カイさんオレンジね。俺オレンジ。じゃあ俺青1本しかないから。青1本。青買う？青買う？子供買って。いや、なんか子供さんこれ買うならあれだけど。これも光るの？大人が買っちゃって。これもじゃあヨーヨーみたいな感じでこう衝撃与えると。おお、すげえ。光った光った。あ、これ面白いね。買ってく？これしかもディズニーじゃん。買う？もう買う。うん、じゃあ色変える。チンさん、このキラキラのネックレスいいんじゃない？これ。あ、これ。こっち指輪な。あ、指輪か。指輪もいいね。あ、じゃあさ、カイさんそれにして。俺じゃあこれ買うわ。はい、了解。じゃあどうしようかな。じゃあこれと、じゃあ俺この光る。ミニかな、やっぱ。光るやつ。どうする？どうしようかな。何があるの？キャラクター違うの？キャラクター、うん、全部違うんだよ。ほら。何？あ、つぶつぶなのこれ。つぶつぶつかあれなの？うん、そう。デイジーもいいかな。プーさん？プーさんとかじゃない？俺個人的にね、スティッチ欲しいやん。ああ、でもチーさんにあるんでしょ？違うの？いえ、もちろんスティッチさんがある。いえ、自分でずっとスティッチしたの。早くしなさいな、もう。デイジー。じゃあ、そうでしょうか。ね、じゃあこれか。はい。かっこいいこれ。スティッチ。かっこいいこれ。光る棒だよ。これ。武器だ、武器。これ、俺いいよ、これ。ライトセーバー。あー、来ましたよ。俺やっと来れた。やっと引き連れてきましたから。やっとですよね。ちょこっちちんちゃんが、なんか帰りなさい、君たち。なんか帰りなさい、ね、どうですか今日は。今日はそうですね、たくさん来ました。買ってます。はい。ちみちみ焼き売れました。割と売れました。よかったです。今日は出店できてるから楽しいです。よかったです。どうする？溶けないアイス。溶けないアイス、はい、ありがとうございます。これマジで美味しいよ。2つ、はい、ください。ありがとうございます。あら、素敵。あ、光ってる。これ前と後ろ逆なんじゃない？ゴミ。あ、大丈夫、どっちでもいける。大丈夫。ゴミ今この中入ってるの気がする。入った。あら、素敵じゃない。ほら素敵じゃないの、これ。あれ、これ超音寺でしか買えませんよ、これですね。超音寺でしか買えない。あら、素敵、ほら。あら、これ。あ、人差し指入る。あ、やった、これお兄さんも大喜びですよ。ありがとうございます。ちんちゃん効果で多分売れる。これ売れる。多分売れる。明日から大変なことになる。